どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さんにロマン砲をねお見舞いしていきましょう。新パックにおいて実装になりました竜の鏡というね、このカードご存知でしょうか。まあ知らないデッキでも使ってるんで、動画見ていただければわかるかなと思うんですが、墓地のフィールド墓地のドラゴン族の融合モンスターカードによって決められた融合素材をゲームが除外することによって、融合デッキからそのドラゴン族モンスターを特殊召喚できると。これで出せるモンスターっていうのが結構たくさんいましてね、ファイブコットドラゴンとかね、ああいうモンスターが出せるんですけども、他にもね簡単なね出し方があるんですよ。ドラゴン族っていろいろいるんですけど、今回出していくのはまずこいつ、マスターオブドラゴンナイト、ロマンですねカオスソルジャーとブルーアイズアルティメットドラゴンの2体で融合するっていう。で効果特にありません。まあ実質500上がるっていう、500っていうかフィールドの、ドラゴン族の数、かける500上がるよっていう効果はあるんですけど、まあこれほぼないようなもんなんで、まあ実質5000みたいなところありますね。実質なんか他このカード以外のやつがいればちょっとまた上がるけど、実質5000、5000バニラみたいなほぼこういうモンスターです。かっこいいわ、かっこいいよね、かっこいい。で今日はですね、この竜の鏡が追加されたことによって、なんとマスターオブドラゴンナイトが1ターンで2体出ますこれをやっていきたい、できればね。どうやってやっていくかっていうと、まずそもそもカオスソルジャーはまあないとダメですね。でアルティメットドラゴンはさすがに無理なんで、いちいち出しているのは無理なんで、なんで、こいつですね、アルティメット沼地のアルティメットマシン王さん、こいつで実質こいつアルティメットドラゴンなんで、カオスソルジャーとかもなれるしね、別にね。あとちなみにこっちも出るんですよ。これでブラックマンチャー扱いとかにもできます。これめっちゃ強いです、沼地のマシン王は。で、これで融合もさせていけるしね、ちなみに。なんでこいつで、この辺の素材を担っていく。で融合を普通にしますよね、ここと、これで融合して、で墓地にカオスソルジャーと沼地のマシン王がいるんですよ。つまり今アルティメットドラゴンね、アルティメットドラゴンとカオスソルジャーがいるんで、竜の鏡でこれが出るっていう。はっけーわこれマジで。あ、ちなみに同じ素材でカオスソルジャーと、沼地のマシン王っていう同じ素材で、キャバルリーも出ます。で墓地に落としたいんですよ、沼地のマシン王とかを。なんで基本的にあとはその耐久力も上げるために先行で、ためにネオスフュージョンで、ネオス出すと、これが一応ギミックとして入っているかなっていう感じですよ。これあと竜魔道の守護者でこのカオスソルジャーを墓地を送っとくっていうのも強いんで、結構これ引いた時に疲れるから。なんでこの辺のムーブも割と噛み合ってるかなと。でもちろん、獣医生物でネオスをリリースして、ブレイブネオスをリリースしてキャバルリーっていうのもできます。であと、沼地のマシンを墓地あるとデブリドラゴンで沼地釣ってブラロもできます。でもう一個あるんですよ、このデッキ。ハイヨルゾンビ軍団っていうスキルに今回していて、でこれどういうスキルかっていうと、1000ライフ減ると、お互いのフィールド墓地のモンスターが全部全てアンデッド族になるんですね。なんでこれで全部アンデッドにするんですよ。そうすると竜の鏡でこれが出ます、冥界竜ドラゴネクロ。ドラゴネクロ戦闘ではめっちゃ強いんでね、戦闘で相手を破壊しないんだけど、相手の攻撃力をゼロにしてそいつの攻撃力をパクったなんかトークンが出るっていうめっちゃ強いモンスターなんで、これでこの辺のモンスターをゴリゴリ展開して殴っていくという非常にロマンが溢れるデッキになりました。コズミックサイクロン積みたいんですけども枠がありませんということで早速やっていきましょう。デュール、スタンバイ。さあお相手の方、騎乗員アスカ、騎乗員アスカキララ選手、よろしくお願いします。デュエル3倍、リーマードの守護者を召喚、リーマードの守護者の効果発動、墓地で沼地のマシンを送り、ネオスフュージョンを手段に加えていく。そしてネオスフュージョンの効果発動、これカオスソルジャー送れたら強いんだけどなカオスソルジャーだからレベルなんか4に変更しません。沼地のマシン王を、墓地を送って、でこうですね、 OK。 でとりあえずターン終了。いや最初はもうクソほどロマンで、もうほんとカオスソルジャーガン積みで、なんか沼地のマシンとか獣院ガン積みとかしてたんだけど、先行弱すぎてネオスゼロ得なかったっていうね。おいいでしょう、リチャーチェイン、あーベンテン、いや強そうだな、強そうな動き、強そうな動き来る。これ
イダテでっぺんってされる。いやー強い。イダテイダメンはネオスフュージョンと2体を展開してあるので、多分死にはしないですね。多分ですけど、はい、機械でしょ、儀式強いなー。いやでもこれあれですからね、もう今やまあリミット1なんですけど、機械でしょ儀式、これあリミット2か、リミット2なんですけど、これね、今まで昔は3枚詰めたんですよ、機械でしょ儀式。いや頭おかしいでしょこれ、3枚積みサイバーエンジェル、今考えるとやっぱ頭おかしいな、シンプルに頭がおかしい、頭が悪すぎ。機械天使の儀式、オッケー。いやー強い、うわ強い、いやー機械天使、あ強い、強いってやめろよそれ、それなんか使ったやつ回収してそのまま使うのやめろ。あーもう強いよー、いくつなのこれ、4700、強すぎ問題、ちょっと強すぎるってバカじゃねえのこいつ、やばい呼んだらやばいって。ちょこれとりあえず お前どっか行け、オッケー。ほんでバトルフェーズ入ってネオスフュージョン効果、とりあえず耐えていく。これは何を引けば、これ俺は何を引けばいいんですか、エネコン引くしかないんですけど、ね、もうこうなったらエネコンってか入ってねえよ、ドロー。いやーデブリどうするので、これブラロッシュも意味ねえしな、ブラロッシュも意味ない。これ俺ゴアリウさん、これ俺ひらめいたぞ、これ待って、デブリで蘇生して沼地のマシンをする、機械でしょ、景色があるから、まあこれは耐えられないんだけど、ただ4000でしょ、4000か、ですねマスタードラゴンナイトはカオスソルジャーと竜騎士で、で、アンデッド族2体にすればいいから、だから、まず、とりあえずデブリ行く。デブリ効果、沼地のマシンを蘇生。で、ですね、沼地のマシンを蘇生して、で、ここでですよ、スキル発動ですね。ハイヨルゾンビ軍団ですね、これ。こうして、で、こうだ。来た、これ。いけ、俺はフィールド上のアンデッド族モンスターにいたよ、このモンスターにいたよ、墓地に送り現れよ、朽ち果てた身に宿る少年よ、幽霊をなして這い上がれ、融合召喚冥界流ドラゴネクロ、うわーいってえな、ドラゴネクロの効果、おらしゃっこ、機械天使の儀式使えるもんなら使ってみろ、なんなら使え、シャオラーシャオラ返したぞシャオラ。相手は儀式の準備スキルがある、で相手1枚は伊達天だから、これで出てくるとしょ、うわ強い、サイバープチエンジェル、プチエンでしょ、でもプチエンで機械停止の儀式持ってこれないから、弁天 OK で1枚儀式魔法に変えたところで出てくるのは6しか出てこない、6しか出てこない、勝った、これは勝った、これは魂、俺は絶対に諦めない、諦めたらそこで試合終了ですよ、安西監督が言っていた、何遊戯王はスラムダンクだった、さあお相手の方、お剣道小林さん、よろしくお願いします、デュエル3倍、カオスソルジャーを手札に加えていく、そしてこれはね、先行だとちょっとキャバルリー立てるか、ネオスフュージョン立てるかの2択になりますね、基本的には。まあ今キャバルリーも立てれるんですけどね、でまあとりあえずネオスフュージョンいきましょう、あとは俺は竜の鏡引くだけ、あのね、スキル的にはあれもあり、竜の鏡を、あのドラゴニックフュージョンとかもありなんだけど、いずれにしてもですよ、いずれにしても、遊戯と会話では使えないと思います、多分悲しいかな、多分ね、遊戯と会話では使えないんだよ、多分ね、ちなみに次一応生き残ってればキャバラリーは行きますね、あの戦士とかいるんで、ネオスがいるんで、一応ネオスで耐えて融合して沼地と、ネオスでキャバラリーはできます、なるほど、 OK。
ちなみにこれね、あのね、バスターブレイダー、あの竜破壊の剣士バスターブレイダーもあの入れておけば出せます。沼地とドラゴン族がいるから、ドラゴンの竜の鏡では出せませんけどね。あ、強い、強っ、ちょ、強いってやめろよ。2000立て下げてやめろって。いやいや、いった、くっそくっそ、チキショ、フュージョンの効果を使った方がいいか。あ、いってえな、いってえよ、いってえ、助けて誰か。きっとろ、竜の鏡、あ、竜の鏡、竜の鏡、あっつい、あ、最強、最強すぎ、最強すぎんだけど、最強すぎる、最強すぎるぞそれは。おい、ちょっと待ってくれ。いろいろできるんだよ、多分いろいろできるんだよ、いろいろできるから、まあ、ちょっとりあえずね、ですね、とりあえずスキル発動、ハイヨルゾンビ軍団して、でまず融合しましょう。でフィールド上に生き残っている、このなんかもう役立たずの、役立たずのカスゴミ、カスゴミモンスターちょ、言いすぎ言いすぎ、このモンスターを融合召喚、冥界の扉を開け、ドラゴネクロ、そして手札のマジックカード発動、ドラゴンズミラー。俺は墓地に存在するカオスソルジャーおよびアルティメット沼地のマシンゴードラゴンを融合召喚、いけー、マスターオブドラゴンナイト、しゃおらバトルフェイズ、くらえドラゴニックネクロバースト。さあてめえの攻撃力がゼロになるぜ、いけマスターオブドラゴンナイト、ギャラクシークラッシャー、対戦、ありがとうございました。やばすぎ、このマスターオブドラゴンナイト、かっけー。さあお相手の方、ジャックアトラス選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、リューマドロの勝者を召喚し、リューマドロの勝者の効果発動、よし、これで次のターン、これで俺様次のターン、史上最強のモンスターをお前のフィールドに降臨させることができるぜ。しゃいっけ、しゃーしゃらー、これつえ、このムーブつえんだよな、このムーブできると結構楽しいね。で次、ちなみに生き残ってれば、融合でキャバリー出しながら、なんかマスターボドラゴナイトとかもできますね。プロ煉獄、いやー、またソルティアデッキですか、どういったソルティアをするんでしょうか。さあ、ちょっと危険な香りがしますよ。ジェスタークイーン、いやー、出た、出ました、出ました、ジェスタークイーン、ガーデンの力、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、やばい、やばい、ちょっとこれいくつなんだこれ、待って、ガーデンの力、オッケー、で28、あ、やべ、かやべ、やばい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 、あっ、待って、これ俺死ぬ、これこれ死ぬ、俺ちょっと待って、嘘、嘘でしょ。